こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今回ご紹介いたしますのは、前回の私の動画で、東洋エンタープライズのブランド、シュガーケーンの、前回はこのタイプ、サッカー生地のストライプのシャツを紹介したんですね。今回は第2弾として、今度はこのチェックの半袖のワークシャツ、こちらを紹介していきたいと思います。前回も申し上げましたが、このシュガーケーンというブランドは、アメリカンテイストな、商品を数多く作ってきてくれるんですね。数多く作ってきて、毎年毎年いろんなデザインのものを私たちに提供してくれる、そういうメーカーがこのシュガーケーンになります。今回のこの半袖のチェックシャツも、この2020年の新作の、半袖のチェックシャツですね。こちらを今回は、紹介していきたいというふうに思っています。このシャツの特徴は、まずはこの素材にあるんですね。この素材は、ポリエステルが 50%、 そして、コットンが 35%、 そしてリネン、麻ですね、麻が 15% 入った、その化学繊維とコットンとリネンを混ぜ合わせた生地で作られているのがこのチェックのシャツになります。このチェックのシャツは、こう持ってみると非常にその軽量、軽いんですね。軽くて、ちょっと生地自体は薄くなっています。生地が薄いんですね。ちょっとね、こういうかざしてみるとわかるでしょうか。見えづらいかな。ちょっとね、透け感があるんですよ。透け感というのは、ほんのちょっと向こうが透けて見えるような、そういう薄い生地を使っている。薄い生地を使っているんですけども、ポリエステルを入れることによって、その強度が増している、強さがあるんですね。生地は薄くなっているんですけども、強さが増しているということ。そしてまた、そのリネン、麻ですね、麻を 15% 入れることによって、またその麻特有の通気性、利点を持つのがこの半袖のチェックシャツになります。非常にその着ていて軽くて気持ちいいタイプなんですね。ですから、日本のような湿気のある暑い真夏でも、これは快適に着ていただける商品かなというふうに思います。で、色合いもね、非常に綺麗な色合い、ネイビーの綺麗な色合いをしているタイプですね。このタイプです。で、ワークシャツ特有のこのボタンは猫目ボタンをされているんですね。そして、この部分はウエットスクエアになっています。ちょっとまっすぐなタイプになっているので、これはそのパンツの中にインするんではなくて、外に出しても収まりがいいようにというふうになっています。そしてこの脇の部分にはこういうふうな補強がされているんですね。そしてこの紐の部分は、前回言いましたが、カラカン仕上げというふうになっています。そしてもう一つワークシャツの特徴は、このポケットが両サイド2つついているということですね。こういった感じです。非常に軽くて柔らかくてしなやかなんですね。で、着ていて気持ちがいいタイプだと思います。このシャツは、その形とかそのデザインを見ると、やはりその40代50代60代の、その男性の方におすすめしたいタイプかなというものですね。非常に落ち着いた雰囲気が、出せるかなというふうに思いますね。それでは実際にこれ、私が試着をしてみて、どういうふうな雰囲気になるのか、私身長168センチ60キロの体型で、これ M サイズを着てみて、どういう雰囲気になるのか、それをぜひ見てほしいと思います。
今回は東洋エンタープライズのブランドシュガーケーンから新しくリリースされた2020年新作のこのチェックのワークシャツ、こちらを紹介していきました。この商品の詳しいことはこの動画の概要欄に商品ページのリンクを貼り付けてますので、ぜひそこをクリックしてみてください。そこはブルーラインのオンラインショップになってますので、直接購入することも可能です。そしてまたブルーラインではヤフーショッピングも展開をしていますので、リンクも貼り付けていますので、そこをよろしかったらクリックをしてみてください。今回は東洋エンタープライズのシュガーケーンからこの半袖のチェックシャツ、こちらを紹介していきました。今度次回はですね、また同じくこのシュガーケーン、今度第3弾になるんですが、このブロックチェックの半袖のシャツを今度次回は紹介をしていきたいと思います。またよろしければ次回の動画を見てみてください。よろしくお願いいたします。